四色定理、四色定理、四色定理、四色定理とは厳密ではないが日常的な直感で説明すると平面上のいかなる地図も隣接する領域が異なる色になるように塗り分けるには四色、あれば十だという定理である。これを地図の塗り分けとすると、例えば飛び地を所属地と常に同じ色にしなければならないとした場合何色あっても足りない。 といった問題などがあるので、まず、日常的な直感から離れた表現で記述し直すと、境界線によって囲まれた、いくつかの領域からなる、平面図形があり、境界線の一部を共有する、隣あった領域は異なった色で塗らなければならない、としたとき、四色あれば十分であるとなる。グラフ理論で捉えると、という定理になる、口実、なお、境界線ではなく、 点のみを共有する領域は隣り合っているものとは、見なされず、互いに、同色で塗ってもよい。飛び地と同様に、これもやはり何色あっても足りなくなる。現実の地図では稀だが、有名なものでは米国に、1.24州が接する、方向ナーズという地点がある。また平面だけでなく、球面の場合も同様である。平面の地図に、全周囲となる領域を加え、それを、 反対側の一点に集めるようにして、たまにすればよい。逆も同様。しかし、ドーナツや、つながったドーナツのような、穴がある形状の表面については、同様と徘徊。これも口実。証明される前は四色問題と呼ばれることもあり、1975年に証明されたのだが、未証明の期間が長かったため、現在でも四色問題と呼ばれることがある。 三つの境界線が一点に集まっている場所があるため、三色必要であることは、直ちに明らかである。続いて、ある領域の周囲に、いくつかの領域がある場合、日本地図では、長野県のような場合を考え、周囲の領域の個数が偶数であれば三色で、塗り分けできるが、長野県の場合はそうなる。奇数個の領域で囲まれている場合は三色での、塗り分けは、 不可能で、どうしても4色が必要である。そして、4色あればどんな場合でも塗り分け可能なのか、ということが問題である。前述のように、グラフ理論により、平面グラフは4彩色可能であるという定理となる、証明もグラフ理論によってなされている。参考例を図に示すが、まず、地図の境界線を、グラフの辺、境界線が接続する点を、 グラフの頂点としたグラフを作る。その相対グラフにおける頂点の彩色が元の地図の塗り分けと同じ問題となる。また、このような領域の塗り分けが有限の色数で必ず可能となるのは平面2次元以下の次元までであり、3次元以上では領域の取り方次第でいくらでも色数が必要な例が作れる。百五十二年に法科学生のフランシスガスリーが 数学専攻である弟のフレデリック・ガスリーに質問したのを発端に問題として定式化され、19世紀後半になって数学者がその話を聞いて証明を試みた多くの数学者の挑戦を跳ねのけ続けていた。1879年、アルフレッド・ブレー・ケンプによる証明がアメリカ数学ジャーナル史上で発表された。この証明は妥当とみなされていたが、 1890年になってパーシー・ヒーウッドにより不備が適された。しかし、ケンプの証明で使われた論理に沿って地図を塗り分けるには5色で十分であることが証明された。4色で十分かどうかはグラフ理論における最も有名な未解決問題として残た。1976年にケネス・アッペルとウォルフ・ガング・ハーケンは兵種。 ハ範囲利ヒ品ヒ一種により考案された、法電と呼ばれる手続きを完了し、コンピュータを利用して、約2000個の、あと2400個余りに整理された火薬な配置から、なる不可否集合を見出し、四色定量、証明するに至った。これは一応は認められたが、人手による実行が、事実上不可能なほどの複雑なプログラムの実行によるものであることから、ハードウェアやソフトウェア、 コンピュータやそのプログラムの具の可能性などの懸念からその確実さについて疑問視する向きもあった。しかしその後、1996年にニール・ロバートソン、ニール・ロバートソンらによりアルゴリズムやプログラムの改良が行われ、より簡易な手法、従来の放電手続きよりシンプルな放電手続きを考案し、不可非集合の数を1405個から633個に、 ごえたによる再証明が行われるなど、第三者による複数の改良された証明が行われ、証明は確実視されるようになっていった。2004年には、ジョルジュ・ゴンティエ、ジョージス・ゴアンチエが定理証明系コックを用いて、よりシンプルな証明を行うなど、コンピュータの応用手法の宣伝により、より確かな手続きで証明が行われるなどしているため、現在では四色問題は解決していると、 捉えられている。四色定理の証明法は次の二段階に分けられる。実際、もし四色問題の判例となる、塗り分けに五色以上必要なグラフがあったとしたなら、その中で、濃度の個数が最小のものを考える。すると、1、よりこのグラフは、不可避集合に属するサブグラフを含む。2、により、このサブグラフを除いた。 より小さなグラフがすでに四色問題の判例を与える。しかし、それは最小判例を取ってきたという過程に反する。アッペルとハーケンはコンピュータによる実験を繰り返し、プログラムを何度も書き換えながら、可逆なグラフからなる、約2000個のグラフからなる不可否集合を求めた。当時の大型汎用コンピュータである、IBM システム375,200時間以上、 使用したと言われている。複雑に思える問題に対して簡潔にまとまった、比較的短い証明、回答を、エレガントな証明、回答をということがある。四色定理のある種、力技な証明は、これと対極にあるものとして、揶揄を込めて、エレファント、像な証明とも言われた。五色による乗り分けが可能であることの証明が簡潔な、ものであるのと対照的である。 その後アルゴリズムは改良されたが、現在でもコンピュータを使用しない証明は得られていない。それどころか、完全に自然言語を離れて、プログラムにバグがないことも含めた四色定理の証明前をコンピュータに打ち込んで、証明検査機コックにチェックさせた仕事がある。またコンピュータを使うこと以上に、証明の構成法自体が四色定理の解決に特化されており、 他の問題との関係性に乏しいことも数学者の間で人気がない理由となっている。一般に、指数グラム例の平局面、わかりやすく言えば、穴がグラムこあるドーナッツを塗り分けるのに最低限必要な色の数は、1890年にヒーウッドによってと予想された。グラム1に対して、この予測が正しいことは、 リンゲルとヤングスにより1968年に証明された。トーラス、円管、いわゆるドーナッツの形上のグラフは7色で彩色、可能である。与えられた地図 G に対し G を3色で塗り分けできるかどうかを決定せよという問題を3彩色問題という4色問題の時と同じく隣り合う土地を同じ色で塗ってはならない。3彩色問題は NP 完全問題の一つであることが知られている。解決される少し前であった1975年、一つのハプニングがあった。数学パズルで有名なマーティンガードナーが、サイエンティフィック・アメリカンのマスマティカル・ゲームズという自身のコーナー中に、四色問題の反例だという五式が必要だと主張する境界線のパターンを載せたのである。 なぜか世間の注意を引かなかった6つの衝撃の発見と題する4月号のこの記事は、実のところエプリルフールの冗談であり、他の内容もやはり、ラマヌジャンの定数、ほとんど整数ラマヌジャンの定数を参照など、一見びっくりする数学ジョークというものであった。そして、四色問題の判例は、実はマクレガーによる数学パズル問題で、一見では四色での塗り分けは、 不可能に見えるが、実際に塗り分けを試みると、さほど難航することもなく、溶ける、かもしれないというものである。そのため、塗り分けできたぞという手紙が1000通以上も寄せられる、ことになった、という、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。